ました。大きな拍手でお迎えくださいませ。ただいま列車が地元のですね、今まで大変ご不便をおかけしておりましたけれども、通勤、通学、お買い物など地域の足として多くの方々に再びご利用していただけるよう願っております。またこの10月にはフルストレイン七つ星新九州もこの復旧した豊肥本線を走り出します。このように豊肥本線が全線復旧しつながったことで、九州内はもちろん九州外あるいは海外からもたくさんのお客様に来ていただけるよう、私ども JR 九州は大雨にも負けず復旧したぞ、元気になったぞとお客様に精一杯 PR を行ってまいります。今日はとってもありがたく、そして大変良かったな、そんな朝を迎えました。一段とこれで阿蘇がいよいよ元気に復興してきたな、その大きな証にもなりますし、私たちとしても多くの皆さん方に来ていただいて、そして思いっきりおもてなしをし、心からの歓迎をこれからもしていきたいと思っております。